土幕目白く怪児中間管理録棟川中間管理録棟川は原作萩原アパレ漫画橋本智弘三好智樹協力福本信行による日本の漫画福本信行の作品土幕目白く怪児の登場人物の一人棟川幸雄を主人公としたスピンオフ作品月刊ヤングマガジンにて2015年7号から2018年2号まで 連載され、コミックデイズにて2018年3月5日から2020年6月8日まで連載されていた。福本信之の作品、賭博目白く怪児の登場人物の一人、利根川幸男を主人公としたスピンオフ作品。大勢の黒服たちを束ねる、ミカドアイグループ幹部でありながら、某君、兵道会長の機嫌を最も身近で、気にしなくてはならない。 いわば中間管理職であるトネガワの苦悩と葛藤がコミカルに描かれている。時代設定は第59話及びアニメ版にてトネガワがカイジと出会う前と明確にされており、カイジ本編ではカイジとトネガワがエスポワールにて出会ったのが1996年3月4日とされているため、すなわち基本的にそれ以前の時代の話であるはずだが、 現実世界において明らかにそれ以降の時代に出現、流行したものが作中に登場する。ただし時代的要素を全く無視した設定というわけではなく、連載初期は基本的に開示本編の時代感に合う設定が随所に見られる。それから連載が進むにつれて本来の時代感の要素は薄れていき、 第38話でスマートフォンやツイッター等が登場する展開となったことで事実上それ以降は現代的な時代感となった本作とカイジとの物語的な関係については前述の時代感的な矛盾に加え世界観の違いもありパラレルワールドとも解釈されるがカイジにつながっていく話としての配慮もある同じカイジシリーズのスピンオフ作品として1日 外出録班長もあり、利根川炭単行本2巻に特別読み切りが掲載され、こちらも萩原アパレが原作を務めている。班長はその後連載化されることになる。本作との関係については、クロスオーバー作品、利根川 VS 班長があったり、同一時間軸で両作品の物語進行が起こっているかのような話も出てくるが、つながりは定かではない。 作画を担当している橋本智博と三好智樹は本編の開示シリーズで共にアシスタント経験があり本作は本編に似せた絵柄で描かれている月刊ヤングマガジンにて2015年7号から連載開始同志の2018年2号において連載誌を移籍することが発表されるがこの発表は主人公の利根川が パルテノン神殿を訪れるという内容であり、遺跡を遺跡とかけた胸の 1P 漫画の体であった。2月19日、遺跡先はコミックデイズと発表され、3月5日から毎月第1月曜日更新で連載が開始された。第53話まではアプリ版、ウェブ版ともに同日連載であった。第54話以降は、ウェブ版がアプリ版から1ヶ月遅れでの更新となった。 宝島社のこの漫画がすごい。2017年男編1位受賞。2018年2月にテレビアニメ化が発表され、同年7月から12月まで放送された。2020年6月8日の第76話をもって完結した。最終話では、トネ川がミカドアをやめて、数年後の出来事が描かれている。最後のコマにはどこかの浜辺で太陽を見つめるトネ川の、 姿が描かれている。2020年8月時点で、電子版を含めた累計発行部数は300万部を突破している。消費者金融を主体とする日本最大級のコンセルン、ミカドアイグループの共同会長の退屈を紛らわす余興を企画するため、最高幹部のトネ川は、部下の11人の黒服を集め、チームトネ川を結成。会長の横槍、 部下からの信用失墜の危機、病気、部下の失態、計算外のアクシデントに悩みながらも、プロジェクト遂行へ向け奮闘していく。利根川と部下である、黒服たち。黒服たちは、初期メンバー、追加メンバー全員が実直な性格であり、ボーリングが趣味という共通点を持っている。また、第54話以降の追加メンバーはほぼ全員が、ゴルフが趣味という共通点を持っており、 名字に山田がつくメンバーが6人もいるため、区別しづらい。初期メンバー追加メンバー移動メンバーその立て合いの地下施設で労働を強いられる囚人たち。大月通る3人のキャラクター設定はいずれも1日外出録班長準拠となっている。1巻及び4巻の巻末には原作者の福本による本作に順次大書き下ろし、漫画が掲載されている。本作の 第5巻と1日外出6班長第1巻同時発売記念としてヤングマガジンサード2017年ナンバー6にてトネガワ VS 班長が掲載される内容はトネガワが第17話に訪れたカツ丼専門店カツサワで1日外出中の大月と遭遇するというもの単行本には本作の第5巻に収録される 2018年7月より12月まで、日本テレビの深夜アニメ枠、ア兄貴他にてにクールで放送された。ナレーションは、カビラジエ。原点、逆境ブライ来開ジからトネ川をはじめとするキャラクターの一部は、声優が変更されている。また、第1話の冒頭では、逆境ブラ来の映像も挿入され、同作の主人公、伊藤海始も登場している。10月9日放送の、 第14話からは、1日外出録班長がテレビアニメ化され、放送以降一部話数に班長のエピソードが挿入される。アニメ本編中に挿入される、ザワという効果音。名前に、ザワ、サワが入っている声優が、前話ごと起用されており、名前の該当箇所が、ザワという風に変換されて表記される。008、009は、 ついたち外出録班長で使用されタイトルにかけて班長となっている。エンドクレジットではそれぞれにナンバーが付与されている。2018年10月から2019年2月にかけて東京歌舞伎町にある常設アミューズメントスポット東京ミステリーサーカスにてスクラップ主催の体感型謎解きイベントであるリアル脱出ゲームとのコラボで リアル脱出ゲーム中間管理録とネガは悪魔的忘れ、新年会からの脱出が約5ヶ月のロングランで開催した。開催期間中にフランクフルトソーセージの鉄板焼きが販売された。同年12月から東京原宿にある常設スタジオ、原宿秘密基地オブスクラップにて3週間、名古屋八場町にある常設スタジオ、名古屋秘密基地オブスクラップと福岡展示にある。 常設店舗、アジトーブスクラップ、福岡天神と札幌すツキにある、常設店舗、アジトーブスクラップ、札幌と仙台青葉通りにある、常設店舗、アジトーブスクラップ仙台にて、約2ヶ月、岡山城周辺にある、常設店舗、アジトーブスクラップ岡山にて、約1ヶ月のロングランで開催され、6都市での開催期間中に、金沢で開催することが決まった。 参加者は闇金融業者であるミカドアイグループのブラックスーツ着用の新入社員となって様々な謎を駆使して上司である利根川から1時間以内にミカドアイグループ会長である兵道が喜ぶ宴会芸を調査し調査した宴会芸を披露して共同会長の期限を取ることがクリア条件前売り券は通常版の他にそらくじなしのグッズが 当たる抽選券付けの限定版を選ぶことができる。ありがとうございます。